富山県総合運動公園陸上競技場、バトルオブ上信越の第1戦として行われました富山と群馬の一戦。前半の6分、群馬、辻、この位置からシュートを放っていきました。キーパー太田の正面、長いボールを入れて7分、カターレ斉藤キーパーと1対1の場面を作りますが、ここは吉田、ナイスセーブです。富山先制の場面は40分、高橋俊太、古巣相手、富山のユニフォームを着ての初ゴールになりました。今シーズンの初ゴール、この相手の裏を抜けていくというプレー、これが高橋俊太の持ち味。何度オフサイドの旗が上がってもこのプレーを繰り返して、そしてここでゴールを決めました。1対0で折り返します。後半、富山は60分、佐々木陽士、チャンスあったんですが、なかなか決められませんでした。後半わずかに左外れていきました。67分です。三浦がいい形でボールを奪って、青木翔太、ニアサイド、青木はなかなかこうシュートを打つ機会がなかったんですけれども、やっと放ったシュートという形になりました。82分です。この距離からこの古巣相手のプレーということになりました。久保田の左足、久保田がナイスセーブです。久保田はしかしこの後、足を痛めたかもしれません。ピッチを去っていきました。さあ富山は途中出場の大谷、そして稲葉、途中出場の2人の選手、ゴールを狙いましたが、ここも吉田がナイスセーブを見せました。